10月20日放送のミュージックステーションテレビ朝日系2時間スペシャルに JO1 が初出演した。最新曲ベヌスに加えスーパーキャリー、トリガーの3曲をメドレーで披露し、さらにスペシャルカバーとして與那城翔と河野純喜が米津玄師のレモンを歌唱するという豪華な内容となった。メドレーの3曲はシンクロダンスを一つの武器とする JO1 の楽曲の中でも特にダンススキルを実感できるナンバーだ。まずは最新アルバム EQUINOX に収録されているベヌス、ホワイヤーやセーフティーゾーンをはじめとする JO1 の18番の一つで、ある神秘的な儚さに怪しさを一さじ加えたような愛の歌だ。 MV は希望を感じるような花園で踊るダンスシーンとメンバーがうつろな表情を見せる大敗的なカットの対比が見応えのある作品になっており、2500万回再生目前、10月20日現在、一つの生き物かのように指先まで揃ったシンクロダンスから生命力を強く感じられるサビのパフォーマンスが大きな見どころとなった。洗練されたバンドサウンドに繊細ながらも力強い11人の歌声が乗り、特にサビの感動的なメロディーラインには気持ちが突き動かされるような今作。真っ暗な夜も白日も僕の空に君がいる、顔上げ空を見て君に見つめられ、Feel Your Love など空に関連する歌詞が多いこともこの曲の壮大さを増幅させる。昨年リリースされたミッドナイトサン、前作にあたるトロピカルナイトで題材とされた夜がいよいよ明けるのだと思わせるような爽快で健康的な美しさを持つ曲だ。そして昨年のヒット曲スーパーキャリー、イントロのないこの曲では映画メリーポピンズの劇中歌から引用されたスーパーシーアイルイフアールアギルイズティーアイスエクスピーアイアリットオーシーアイオアスというフレーズと魔法陣を組むような円形のフォーメーションで歌い出しから一気に視聴者を引きつけた。メロディーラインだけでなく、アクセントとして入る低音に当てた振り付けやフロアを使った振り付けも多くあり、圧倒的に極められたダンススキルを感じられる。感想がないのもこの曲の大きな特徴だ。激しいダンスと絶え間ないボーカルの双方がブレることなく掛け合わさり、見る者を飽きさせないパフォーマンスでテレビの前の大勢の目を奪った。最後に、トリガー。イントロのブラスが特徴的なこの曲は、世界的ダンサーの RIHATA が振り付けを担当し、また彼らの新たな側面が見られる一曲となった。サビが派手なダンスブレイクとなるこの曲では、磨きのかかるシンクロダンスのクオリティを保ちながらも、アグレッシブな振り付けの中でそれぞれが音を楽しむ自由なダンススタイルも光る。人数の多さを活かし、次々とフォーメーションが移り変わる構成や、キレのあるラップと安定した高音のボーカルの掛け合いも見事。繰り返される You know that last man standing 番組に込められている、何があっても高みを目指して走り続けるというメッセージが振り付けにも現れているように見える。彼らのキャッチフレーズである Go to the top の思いを強く感じることのできる一曲だ。本校ではダンスパフォーマンスを中心に取り上げたが、與那城翔と河野純喜によるレモンのカバーでは圧倒的な美声でM ステ、視聴者を虜にした。2019年のデビューから堅実に積み上げた確かなスキルで、初出演にして堂々のパフォーマンスを見せた JO1 は、現在全国ツアー、2023JO12ND アリーナツアー、ビヨンドザダークを開催中。来月には初めての単独ドーム公演、京セラドームも行われる。個人での映画やドラマ出演なども次々と決まり、様々な環境と方法での自己表現を展開する11人は、グループとして集まった時のパワーも驚くほどぐんぐんと伸ばしている。これからも洗練され続けるパフォーマンスで、日本のみならず世界のボーイズグループシーンを盛り上げていくに違いない。